あれじゃないよね。いや、あれかも。いやいや、絶対違う。でも、本当にそうだったら？よう！お前、一人で何ブツブツ言ってるんだ？ん？ああ、気にしないで。私は、フォンテーヌ釣り協会の理事、デラロッシ。何か手伝ってほしいことでも？ああ、冒険者のお二人か。ずっと待ってたよ。やっぱなんか悩んでるんだな。オイラたちは超経験豊富な冒険者だぞ。ちょっとだけモラを払ってくれればどんな悩みも解決だ。よかった、ちょうどあなたたちみたいな助っ人が必要だったんだ。最近エリニス島にある釣り場の魚群が消えたんだよ。それも突然だから、私たちが全部釣ってしまったというのはありえない。フォンテーヌ釣り協会の理事としてすぐに調査しに行こうと思ってたんだ。その通り。けどフォンテーヌ釣り協会の理事として他の用事があって離れられないんだ。だから次のセリフは絶対2人に調査を依頼したいだな。そう、まさに。だから2人に調査を依頼したいの。2人は一体何者？童話の占い師みたい。オイラたちは超経験豊富な冒険者だぞ。それならよかった。こういう依頼はあなたたちみたいな人にだったら安心してお願いできる。魚群が消えた原因を調べるだけだろ。そんなに難しくもなさそうだぞ。いや、二人とも油断しないで。フォンテーヌ釣り協会の理事として魚群が消えた原因は水曜のせいなんじゃないかって思うんだ。二人はフォンテーヌ人じゃないよね。フォンテーヌの童話には水の中に住んでいる恐ろしい生き物がいる。その名もトルクシー。大人たちは子供に言い聞かせるの。水辺に行ったらトルクシーに捕まって食べられちゃうぞ。だから水辺には行っちゃダメって。それが水曜だよ。子供を食べる水曜？どんなやつなんだ？私のお父さんは虹色の美しい蛇だって言っていたけど、お母さんはかっこいい顔立ちだったって言ってた。でも人を惑わす太っちょのペンギンだという人もいて。おかしいよね。見た目についてはいろんな説があるけど、そいつが危険だというのは共通認識だよ。白骨に囲まれた水中洞窟に住んでいて、一人ぼっちの子供の気配がわかるんだって。そしてとても美しい歌声で子供たちを水辺に誘惑して、わっと一口で食べちゃうの。とても怖いでしょ？確かに怖いけど、童話だろ。子供たちを水辺に近づけさせないために作られた。でも童話にもその元となった本当の話があるかもしれない。水に源があるように。根拠とは言えないけど、噂では最近その辺りで子供が何かに取り憑かれたようにぼーっとした様子で水中に入っていったと聞いたよ。これはまさに水曜の仕業みたいじゃない？なんだって？本当に水曜に食べられた被害者がいるのか？ただの噂話だから確認はできないけど、でも事件が発生したエリニュス島はとんでもないところなんだよ。歌劇場もルキナの泉も多くの水脈の源がそこにあって、あとは怪奇な名夢や地底に根を張る巨木、そして人の言葉を話せるビシャップもいるって伝説がある。こんな伝説だらけの島なんだから、恐ろしい水妖が隠れているのもうなずけるでしょ？本当かよ。どんどん怪しくなってくるな。でも被害者が出てるとしたら放っておくわけにはいかないよな。よかった。じゃあその水域をあなたたちのマップに記しておいたから、どんな結果でも自分たちの安全を第一にね。
外と静かだな。この足跡は新しいな。まさかまた被害者が出たんじゃないだろうな。この近くに他の手がかりがないか調べてみようぜ。また何か音が聞こえなかったか。パイモン？旅人？ごめん、まだこれをつけたままだった。これ見ね。パイモン？大丈夫？フレミネだったのかよ。水曜かと思った。水曜？トルクシー、あなたたちも？ん？誰か水曜を調べてる人がいるのか？いや、あなたたちと状況は違うみたいだけど。うん、あなたの命令なら。その人は僕の雇い主。僕がクロックワーク工房で委託販売しているペンギンのおもちゃを気に入ったらしく、天使を通じて僕に連絡をくれたんだ。特別なおもちゃをオーダーメイドしたいからって。ご要望に応えて、おもちゃの名前はトルクシーにしたんだ。水曜の名前を取るなんて、なんだか不吉だぞ。あ、そうだ。フレミネは依頼をあまり受けないんじゃなかったのか？先方には特別な事情がある。プライバシーに関わることだから、詳しく話せないけど。でも大丈夫。雇い主が後で様子を見に来るから。あなたたちが頼れる仲間だって伝えておく。もしかしたら何か情報を教えてくれるかもしれない。そうしたら引き続き調査ができるかも。ひひっ、フレミネって喋り方はそっけないけど結構優しいよな。でもオイラたちが水曜の調査をするとは限らないんだ。魚群が消えた謎を調べるのが主な目的だからな。それって？うん、そういうことか。最近毎日水中に入ってトルクシーのテストをしてるんだけど、その圧力実験で結構な大きい音が出る。だからその魚たちは僕のせいで驚いて逃げてしまったのかもしれない。それが理由なのかよ。でも確かに辻褄は合うな。もしかして例の取り憑かれたように水に入ってく子供は、まさか。僕もそう思う。なんだよ、大事かと思ったのにフレミネが原因だったのか。童話の中の水曜がどんなやつかと思ったけど、とんでもない勘違いだな。ごめんなさい、みんなに迷惑をかけたみたいで。仕事はすぐに終わらせるから、魚たちもすぐ戻ってくると思う。ありがとう。そうだフレミネ、仕事はあとどのくらい残ってるんだ？手伝ってやろうか？ありがとう。でもこれ以上あなたたちに迷惑はかけられない。何よそよそしくなってんだよ。オイラたちは頼れる仲間じゃないのか？仲間なら仲間らしくしないとな。でも依頼の調査結果を伝えに行かなくていいの？お前は分かってないな。釣り協会は魚群を元通りに
してほしいとは言ってなかったけど、もしこの一件が勘違いだったと言ってみろ。また別の依頼を出して、今度は魚群を取り戻してほしいって言ってくるぞ。ひひ、なんでオイラがわかるかは質問しないでくれよな。旅人の言う通りだぜ。だからお前の仕事を早く終わらせて魚群が戻ってくれば、無駄に一回往復しなくて済むんだぞ。そういうことだったの。旅人もそう思う？わかった。あなたの判断なら従うことにする。ついてきて。向こうに僕の臨時拠点があるから。急がなくてもいい。トルクシーはテントの中にいる。簡単な言葉を認識できるから、こっちに来るかどうか。トルクシーがペンギン町にいたら、ペイルスと仲のいい友達になってると思う。気にしないで、あまり目立たないところにある。おい、トルクシー、こんにちは。お前、挨拶はできるのか？もともとは言語出力モジュールも組み込む計画だったけど、個数を考慮して途中で諦めたんだ。今トルクシーはマザーボードに入力された信号コードを出力できるけど、僕たちがわかる言語に変換することはできない。だから喋れるとは言えない。そんな専門的な話は大丈夫だ。わかったぞ。お前はオイラたちにこの言語モジュールってやつを完成させてほしいんだな。いや、その必要はない。雇い主もその条件をつけていない。これは僕のちょっとした腕試し。二人に手伝ってほしいのは他に二つある。一つはトルクシンのオペレーティングシステムで回路のデバッグを実施すること。トルクシーがどんな状況においても問題なく動作できるようにね。なんか難しくなさそうだな。じゃあ二つ目は何だ？二つ目も簡単だ。トルクシーの武器を作るために、水中で採食貝殻、サンゴといった材料を探してほしい。武器まで？トルクシーは戦闘もするのか？うん。トルクシーは凛々しい王子のように武器を高く掲げて前進する。これは雇い主のリクエスト。お前の雇い主は変わってるな。トルクシーに水曜の名前をつけておいて王子の姿にしてほしいって。水曜であろうと王子であろうと、トルクシーの誕生の目的に変わりはない。彼はペールスと同じく人に寄り添うために生まれたんだ。うわ、トルクシーがまた何か言ってるぞ。オイラたちの話がわかるのか？トルクシーはいくつかのキーワードに反応するんだ。でも自己翻訳モジュールがないから、申し訳ないけど交流はまだできない。残念だ。まあいいや、早く作業を始めようぜ。そうだな、回路のデバッグから始めるか。拠点の中で完結できそうだ。マザーボードは僕の工具台の上にある。ついてきて。ここだよ。ここにデバッグマニュアルがあるから、わからなかったら見てみて。今試してみる？失敗しても気にしないで。うん。あなたなら、きっと大丈夫。
これくらいの仕事は簡単にこなせちゃうみたいだね。ひひ、オイラたちはこういう仕事をたくさん受けたことがあるんだぞ。じゃあ次は水辺に行こう。さっき言ったように水中で彩色貝殻とサンゴを探すのが目的だよ。そうだ、あなたたちはフォンテーヌの水中環境には結構慣れてるよね。なら大丈夫。気分が悪くなっても慌てないで。僕がずっとそばについてるから。そこだよ。そこに僕たちの探索に役立つものがある。あった。これは小玉ホラ貝。水中の特殊な何か変わったところに気がついた。それがおそらく小玉ホラ貝が反応したものだよ。探しに行ってみよう。これくらいで十分だね。あら、フレミネさん、帰ってきたのね。水中に行ってると思ったわ。ジュリア・ドストレ夫人、すみません、お待たせしました。トルクシーの進捗は順調です。急がなくて大丈夫よ。私は雇い主であって現場監督ではないのだから。あら、こちらのお二人は？二人は頼れる仲間です。手伝いに来てくれました。ええ、わかるわ。頼れる人のそばには頼れる人がいるものよ。ジュリア・ドストレ夫人、こんにちは。お前がフレミネの雇い主なのか？オイラはポイモン、こいつは旅人だ。あら、こんにちは。大きなお仲間と小さなお仲間さん、二人とも可愛いわね。屋根裏にいる小さな妖精さんみたい。私のことは気軽に名前で呼んでちょうだい。イヒヒヒ、本当か？もちろんよ。もし私の子供にもあなたたちみたいなお友達がいたら、水曜のストーリーにのめり込んだりしてフレミネさんに手間をかけさせたりしなかったかもしれないわね。水曜のストーリーにのめり込む？私のことを何も知らないのかしら。フレミネさんがもう話したものだとてっきり。フレミネは夫人のプライバシーだから詳しくは話せないって言ってたぞ。そうだったのね。フレミネさん、思った以上に信頼できる人ね。お二人も今回の件を手伝ってくれるのなら詳しく話してもいいと思うわ。今後の進展にもつながるかもしれない。でも許可なしに他人に愚痴をこぼすのはちょっと失礼な気もするわね。あなたたち、聞いてくれるかしら？ジュリア夫人、困りごとがあったら何でも話してくれ。オイラたちのことを可愛いって褒めてくれたし、オイラたちもどうにかして夫人の悩みを解決するぜ。あら、本当に可愛らしい妖精さんね。どこから話せばいいかしら。水曜の物語について二人はもう知っているわよね。子供を安全なところに置くために水辺に行くと水曜に捕まるという話を
大人たちが作り出したの。でも私の子供は変わっていて、みんなが怖がるトルクシーに夢中なのよ。水曜に夢中？すごいことだな。ええ、こうも言っていたわ。みんなは水曜を誤解しているだけかもしれない。水曜は寂しくて子供たちに歌を聴かせたいだけかもしれないって。だからうちの子はよく一人でこっそり水辺に行くのよ。水曜が孤独だから友達になろうってことか。誰も思いつかないような考えを持ってるんだな。ありがとう、パイモン。確かにみんなとちょっと違うわ。だからまだ8歳なのに孤独病を患ったの。ええ、一種の心理的な病よ。孤独病の患者は時々深い孤独を感じて、いろんなことに対して興味を失ってしまうの。これもあって水曜と友達になりたいのかもしれないわ。そんな、その病気は深刻なのか？もしパイモンが旅人に一日千個と喋ってるとしたら、病気を患うと一言二言しか喋れなくなるかな。それはダメだ。早く医者を呼んでその病気をやっつけないと。オイラはこいつと毎日少なくとも2000言は喋りたいんだ。一言も減っちゃダメだ。私のかかりつけ医がもう見てくれているわ。でも症例が少ないからいい治療法がずっと見つからないの。最近になって新しい症状も出てきて、例えば制御不能型幻想とか。それってなんだ？制御不能型幻想、つまり幻覚や幻想に陥ることを制御できず現実と混合すること。じゃあ幻想で何を見てるんだ？子供が幼い頃によく見ていた夢の話よ。最近その断片的な独り言を記録してみたんだけど、こんなお話なの。でも美しい夢は長続きしないわ。その後この物語に変化が訪れたの。どちらかというと孤独病のせいでこんなひどい幻想が見えるようになったという方が正しいのかな。でも本当に恐ろしいのは、お子さん自身がだんだんこの童話の世界に陥ったということ。あの子はかわいそうなことに幻想と現実の区別が曖昧になって、自分をトルクシーだと思うようになったの。もしかしたらその子が長いこと感じてきた孤独は、すべてを失った王子の孤独と同じなのかもしれない。え？それが制御不能型幻想なのか？早く治してあげないと。あの子は大半の時間、現実から隔離されているの。かかりつけ医と話し合った結果、今はあの子の幻想を導くところから始めた方がいいってことになったわ。あの子は昔幻想の世界を絵本に書き出そうとしていたの。
病気のせいで1ページ目で止まってはいるけど、この絵本が突破口よ。はい、二人とも見てみて。え、ジュリア夫人の子供もトルクシーはペンギンだと思ってるのか。なんだか悲しそうに見えるな。だから次にやるべきことは、あの子のためにこの絵本を完成させることよ。私たちが書くのは、仲間たちの助けによって水曜王子は王国を取り戻したという話。私たちが孤独と悲しみを追い出して、世界は希望であふれているんだとあの子に感じてもらうの。これが幻想を導くということよ。でも絵本を完成させたいだけなら、なんでフレミネにトルクシーを作ってもらう必要があるんだ？なぜなら私たちはこの絵本に真剣に向き合わなければいけないからよ。まるで本当に起きたことかのように。だからトルクシーと一緒に旅を始めて水曜王国を取り戻すの。でも私の子供はもう遠出ができない。だからフレミネさんにトルクシーの制作を頼んだの。そしてトルクシーとの旅を絵本にするつもりよ。ああ、代わりってことか。ちょっと分かってきたぞ。ジュリア夫人は思いをそこに詰め込んでるんだな。でも水曜王国はどこを探せば見つかるんだ？サラシア海原の水中には遺跡があって、フレミネさんに捜索を頼んだことがあるわ。その遺跡を水曜王国ということにするの。おお、水曜王国大冒険の劇みたいに、遺跡の魔物を追い払えば水曜王国の魔物を追い払ったということになる。そういうことだよな。違う、これは劇じゃない。ジュリア夫人が言ったように、この件には真剣に向き合わなければならない。真実として捉えなければ真剣とは言えない。じゃあ芝居を本当に再現するということか。いや、没入型冒険ということか。大丈夫よ、みんなそんなに深刻にならないで。大したことじゃない。あの子はきっと夢が好きすぎてまだ夢から覚めたくないだけだと信じているわ。ジュリア夫人、ポジティブにね。みんな、私たちまで落ち込んでいたら患者さんもきっとめいっちゃうわ。さて、そろそろ時間だし、私は家に帰って子供の様子を見ないと。子供にもっといい環境で療養してもらえるように一時的にあの丘の上に引っ越してきたの。水辺から遠くないし視野も開けているわ。もし急用があれば私のところに来てね。わかりました、ジュリア夫人。そういえばこの二人の助力によりトルクシーの進捗は早倒しになって、明日には完了できる見込みです。それは素晴らしいわ。みんなありがとう。それなら水曜王国への出発は2日後、集合場所はここでどうかしら。じゃあみんな、また2日後に会いましょう。ジュリア夫人はポジティブで強い女性だな。でもフレミネ、ジュリア夫人のやり方は本当に効くのか？テントに戻ってから話そう。さっきジュリア夫人がいて話せなかったことがある。できれば二人にはちょっと心の準備をしておいてほしい。こういう患者に会うのは初めてでしょ。あなたが強くてきっと全力で助けてくれるのはわかるけど、この病気がもし僕たちが望むような結果にならなかったとしても、それを受け入れてどうか自分を責めないでほしい。フレミネ、突然どうしたんだよ。さっきジュリア夫人とポジティブにって約束したじゃん。
ないか。ポジティブじゃないわけではないんだ。ただ。お前さっきから自分はわかってるみたいな感じで。あ、もしかしてお前も？いや、誤解しないで。違うんだ。僕はただハウス・オブ・ハースに入った後、前院長の時代に見たことがあるから。彼らによるとこの病の要因は複雑なんだ。いろんな説があって、遺伝や心理的問題、環境、地脈の乱れの影響だとか、魔人の残滓のせいだという人まで。僕が知ってる症例の中でいい結末を迎えられた数は決して多くない。最悪の場合、患者は僕たちの元から去ってしまう。え？そんなに深刻なのかよ。せいぜい話せなくなるくらいかと思ったけど。うん。だから、最悪の結末を受け入れられないのであれば、あなたたちにはここで手を引いてほしい。そのことで苦しんでほしくないから。なんでだよ。ちびっこじゃないんだから冗談はやめろよ。フレミネ、こいつのことは気にするな。どんな困難でもオイラたちは怖がったりしないぞ。わかった。じゃあこの真実の幻想冒険を一緒に完成させよう。よし。でもさっきも聞いたけど、その病気がこんなに厄介だったら、この方法って本当に効くのか？作ったおもちゃをトルクシーとみなし、遺跡を探して水曜王国とする。その冒険を絵本にして患者に見せる。僕は効くと思う。その子が幻想を見てるのは自分自身を救おうとしてるからだと思う。けどそれを制御する力がなくて、心の中の王国が崩壊してるんだ。でも僕たちが幻想を制御してあげて、孤独病の子がまた話せるように、暗い世界から逃げ出せるように手助けしてあげたら、きっと事態も変わってくる。そう言われると確かに筋は通ってるな。フレミネ、どうしてそんなことがわかるんだ？僕もその子と同じように童話の世界に幻想を抱いたことがあるんだ。そこで僕はたくさん助けられてきた。だから僕は思いの力を信じている。え、覚えてたんだ。ペンギン町ってなんだ？おいら覚えてないぞ。それも童話の世界なのか？教えてくれよ。おいおい、なんで突然それをかぶり出すんだよ。その、これは僕のちょっとした習慣だよ。気にしないで。とにかくペンギン町は静かな町で、そこにはペンギンの住民たちがたくさん住んでいる。彼らはみんなクロックワーク玩具の製作が得意なんだ。そしてペールスは凱旋の英雄。町で静かにみんなを守っているんだ。ペールス？でもペールスはお前が作ったんじゃないのか？僕はよく思うんだ。もしかしたら僕がペールスを必要としているのをペールスが感じ取ったから来てくれたのかもしれないって。だから僕がペールスを作ったんじゃなくて、ペールスが僕を選んだんだ。まずいぞ。なんだかフレミネも制御不能型幻想になってるみたいだ。いや、僕は現実をはっきりと認識できる。ただそれと同時に、この幻想の童話世界も存在しているんじゃないかと思ってるんだ。僕たちが簡単には見つけられない隅っこにあって、特殊なタイミングでのみ僕たちのそばに降りてくるって。特殊なタイミング？
ットをかぶったタイミングか？時々、たまに。本当かよ！おいら適当に言ってみただけなんだけど。水の中から外を見たことはある？まるで違う世界に隠れて、元の自分たちの世界を観察してるみたいなんだ。その感覚はとても特別で、少し不思議で、安心するような気分にもなる。潜水用ヘルメットをかぶるのも同じ。こうすることで、何か、素敵なものが見える。童話がこの瞬間だけ現実になるような、奇跡みたいに。奇跡？あなたの命令なら。おい！今そんなことしてる場合じゃないぞ！フレミネはトルクシーの武器を作るのに時間がいるんだからな。そう、パイもリマインドしてくれてありがとう。武器を作る道具を集めて明日までに完成させないと。ヘルメットならまた機会があるはず。旅人、パイモン、手伝ってくれてありがとう。僕は先に行くよ。また2日後、ここに集合しよう。お子さんの様子は良くなりましたか？気を使ってくれてありがとう。今は落ち着いているみたい。かかりつけ医によると、今日は家から出して少し気晴らしをしてみてもいいと言っていたわ。ジュリア夫人、フルミネ、待たせたな。みんな揃ったみたいね。あと一人足りないだろ。でもおいらどこにいるかわかるぞ。おい、タルクシー。うわぁ、タルクシーが剣と盾を持ってる。綺麗だな。武器を持ったタルクシーはより気合にあふれて見えるわ。フレミネさん、さすがの腕前ね。オイラたちのおかげでもあるぞ。うん、旅人は目利きだね。材料はどれも品質がいい。そうだ、ジュリア夫人はさっき、冒険の最後は戴冠式でエンディングを迎えたいと言っていたから、王冠の材料も頼めるかな。行く道中、ついでに探すだけでいいよ。もともと自分で解決しようと思ったけど、あなたが持ってきたものの方が、もっと綺麗かなと思うんだ。準備万端みたいだな。今から出発か？ちょっと待って。トルクシーが新しい姿になったから、絵本の1ページ目を更新できる気がするんだけど、みんなはどう思う？一気に楽しみになってきたぜ。今のをベースにして調整するのはどう？少なくとも絵の内容が本来のものみたいに悲しくならないよう。悪いところをなくして綺麗に描き直すってことか？良さそうだな。じゃあ私が始めるわね。絵は得意じゃないけど、仕事で触れたりもしているから。具体的な内容についてはみんな自由に話していいわ。
僕は、まず武器は書いていいと思う。王子が勇気の剣と豪気の盾を手にしたということは、現状を打破して暗闇に向かって進むと決めた証明だから。ええ、武器を書いて。他には？仲間も入れた方がいいと思うぞ。今回トルクシーのそばには頼れる仲間たちがいて、一人で戦ってるわけじゃないし。仲間を書いて。他には？色彩。色彩いいわね。色彩は大事。これから先の道はもう灰色に覆われた世界ではなく、色とりどりの希望に満ちているんだから。まさかこんなに勇気をもらえる絵になるなんて、素晴らしい。みんなのアイデアが素晴らしすぎるわ。よかった、みんな元気そうだな。トルクシーが一番元気そうだ。かわいい子、見てる？励みになったかしら。その通りです、ジュリア夫人。しかもまだ1ページ目に過ぎません。そうだぞ、オイラもう絵本を最後まで見るのが待ちきれないぜ。早く心を込めて完成させないとな。ええ、私も楽しみになってきたわ。じゃあここまでにして、みんな今から出発しましょう。よーし、タルクシーの不思議な冒険だ。くらいで足りそうだ。僕が思った通り、あなたたちのセンスはやっぱりいいね。うわぁ、あれが水中遺跡の入り口。これがフレミネが見つけた水中遺跡なのか？確かに大きいけど、思ってたのとはちょっと違うぞ。分かってるぞ。けど、オイラは本当に童話の世界が見れると思ったんだ。水曜たちが住む色とりどりな家とか、虹の架け橋とか。ごめんなさい。ちょっと飾り付けをしようかと考えたこともあるけど、工数と時間の関係で。おいおい、急に芝居の世界に入るなよ。つまり旅人はもう本質を理解したのね。パイモンも頑張って。ふん、オイラをなめるなよ。足を引っ張ったりしないからな。行くぞ、幻想パイモンモード発動。おほん、若き勇者たちよ、オイラはこの地を守る女神パイモン。お前たちは何をしに来た？女神様、私たちは王子トルクシーの仲間、王子の失った栄光を取り戻すべくこの地に参りました。おお、失った栄光。この女神のもとには
金の栄光と銀の栄光と銅の栄光がある。王子がなくしたのはどれだ？え？なってない。これが女神の試練だぞ。この試練でわかるんだ、お前たちが欲深いやつじゃなくて本当に尊敬すべき勇者だってことがな。ならば女神の褒美を受け取りたまえ。この女神が金の栄光、銀の栄光、銅の栄光のすべてをお前たちに授けよう。そしてこちらの王子、この女神がお前に七色の栄光を特別に授けよう。お前の未来が輝きで満たされますよね。女神様の祝福に感謝します。今全身に力を感じます。僕もだ。これが伝説の女神の加護なのか。勇者たちよ、今から王国を侵略する魔物たちをやっつけに行きなさい。お前たちならきっとこの地で欲しいものを手に入れられるぞ。勇者たち気をつけろ。今襲ってきたのは水曜王国を占拠した悪い敵だ。こいつらは深海フィルチャールだ。悪い奴らがまた来ました。王子殿下、あなたの旧敵を懲らしめてやりましょう。念の表情、律令に従う。風だ。まただ。今回は心配のヒルチャール王者だ。怖がらないで、今の王子殿下の前ではたとえ深海のヒルチャールの神であってもやら。魔物を倒して水曜王国を無事奪還したってことになったよな。そうよ、ここでトルクシーの戴冠式を行うつもりだったんだけど、ただたった一回で遺跡の最深部まで入れると思わなかったわ。こんなに順調だなんて。王冠が必要だともっと早くフレミネさんに言うべきだったわ。旅人と女神がすごすぎたんだな。一気に魔物の巣窟を片付けちゃったぜ。大丈夫ですよ、ジュリア夫人。王冠を作ってからまた来ましょう。みんなには手間をかけちゃうわね。それにトルクシー、かわいい子、あなたもよくやったわ。でもトルクシーがあんなに戦えるなんて意外だったな。本物の王子みたいだった。きっと彼を阻める困難はもうないはずだ。フレミネさん、ええ、きっとそうよ。まず拠点に戻ろう。ここに来る途中、旅人に材料を集めてもらったから、早速王冠を作りたいんだ。戻ったらオイラたちの旅を絵にしようぜ。水曜王国を奪還したからトルクシーの不思議な冒険を更新できるな。ジュリア夫人、フレミネ、先に絵を描かないか。オイラ、王冠よりも早く絵本の新しい内容が見たいぞ。おい、もう分かってるならわざわざ言わなくてもいいんだぞ。分かったわ。じゃあ今日の物語はこうしましょう。幾多の困難を乗り越えて、王子と勇者たちはようやく水曜王国の入り口にたどり着いた。そこで仲間の妖精パイモンが
みんなに本当の正体、女神であることを明かした。やったー、女神が誕生だ。女神は勇者たちの誠実さを大いに称賛し、褒美としてたくさんの祝福を与えた。そして王子が目的を達成できるよう願った。女神の栄光を手に入れ、王子と勇者は邪悪な巣窟に突入し、魔物を駆逐して閉じ込められた可愛い水曜を救い出した。王子様はついに王国を奪還した。けれど王冠が、ああ、王冠がまだできてないんだ。いや、王冠はそこにあった。魔物がこっそり奪い去ったんだ。悪い奴らはまだ諦めていなかった。しかし王子はすぐに王冠を奪回し、虹が再び王国にかかるだろう。おお、その解釈は没入感があっていいな。わあ、すごい、ジュリア夫人の絵は素敵だな。ありがとう。これで絵本の2ページ目も完成ね。トルクシーの冒険はますます終わりに近づき、王冠をいただき王となる。かわいい子、きっとその時には元気になってるわよね。きっとそうだぞ、ジュリア夫人。それにもしかしたら今日帰ってすぐお医者さんのいい知らせが聞けるかもしれないしな。ありがとう、女神様。そうだ、フレミネさん、王冠の制作について。一日あれば十分です、ご安心を。ありがとう。じゃあ最後の冒険はまた2日後にしましょう。ここに集まるので大丈夫かしら。じゃあまた2日後に会いましょう、かわいい仲間たち。夫人は帰ったし、オイラたちもそろそろ帰ろう。フレミネはまだ仕事があるよな。うん、ちょっと町に行って王冠の台座を作る部品を買ってこようと思う。いくつか違うワンを作って一番ふさわしいのを選ぶつもり。そうだな、フレミネは他の人の依頼を簡単に引き受けないとしか知らなかったけど、一回引き受けたらこんなに真剣にやるんだな、知らなかったぞ。多分、おそらく。なんだなんだ。その、僕。おい、何もぐもぐしてんだ。その表情はなんだよ。なんだか顔が赤くなってるし、今すぐヘルメットをかぶって隠れちゃいそうだぞ。え、僕、顔が赤くなってるの？フレミネ、もう今日はお前の仕事の邪魔はしないぞ。また2日後に会おうな。うん、ありがとう。わかった、また2日後。僕は窮地に陥った人に美しいものや奇跡を目にしてほしいんだ。こんにちは、パイモン。
旅人。王冠はもうできたのか？うん、今ジュリア夫人を待ってる。まだ来てないから。じゃあもうちょっと待とう。それか直接探しに行くか。遠いわけじゃないし、ジュリア夫人の家はあそこの丘の上だよな。おーい旅人、パイモン。ひひっ、話してたらちょうど来たな。やっと見つけた。二人が無事で本当によかった。え、デラロッシュどうしたんだ。オイラたちに何か用か。何か用って、トルクシーのことに決まってるじゃない。あの恐ろしい水曜、あの日あなたたちに依頼した後、不安になったから水の中に入っていた子供についてまた聞いて回ったんだ。その件ならもう調査してはっきり分かったぞ。それはフレミネだ。魚群もこいつのせいでびっくりして逃げちゃったんだよ。安心しろよ、オイラたちが仕事を終わらせたら魚群を戻すからさ。ごめん、僕は潜水士なんだ。え、フレミネ潜水士。いやいや違うよ、私が聞いたのはそうじゃない。聞いたところ1ヶ月くらい前に、ある子供が体中に重たい貝殻を巻きつけてこの水の中に入っていったんだって。そして二度と戻らなかった。これは絶対水妖が惑わしたせいだよ。え、何か間違えてないか。本当の本当だって。何人かの優秀な漁師にも聞いたんだよ。その子は8歳で、名前はレスコ、レスコ・ドストレ。待って、レスコ・ドストレ。そう、その名前。どうやら祖先がストレという地方から引っ越してきた一族みたい。母親はちょっとばかり名の知れた画商で、父親は早くに亡くなったらしいよ。そんなことがあってから母親はかなりのショックを受け、病気で起き上がれなくなったみたい。今はもうフォンテーヌ邸を離れたらしく、どこへ行ったかはわからないんだ。まさかレスコー・ドストレ、シュリア・ドストレ、そんな偶然があるわけないよな。お姉さん、ごめんなさい。僕たちは用があってもう行かなきゃいけないから。ああ、うん、わかった。ちょっと様子を見に来ただけだから無事ならいいんだ。じゃあ私も帰るね。くれぐれも安全に気をつけてね。誰だ。部屋には静養中の患者がいる。用がなければ帰ってくれ。ここはジュリア・ドストレの家だ。私はそのかかりつけ医のジャラーカン。さっきの質問はどういう意味だ。他に誰が病気だというのだ。ジュリア夫人の子供だろ。ジュリア夫人が自分で言ったんだ。子供が孤独病を患ったって。間違ってはない。レスコー坊ちゃんも確かに孤独病を患ったことがある。しかし、まあいい。とにかく坊ちゃんはもういない。今孤独病は奥様の身を蝕んでいる。あなたたちは奥様の友人か。なるほど。気晴らしがしたいと言っていたこの数日間はあなたたちと一緒だったんだな。つまり本当に制御不能型幻想に陥っていたのはジュリア夫人自身だったってこと。だから子供はまだ生きてると。そうだ。坊ちゃんが亡くなった日、
奥様はちょうど合点の準備をしていた。それは坊ちゃんのために用意していたのだが、準備のせいで奥様は坊ちゃんの最後の姿を見ることができなかったんだ。それが心のわだかまりとなったのか、あるいは旦那様が急逝した時、孤独病の種がこの家系に埋められたのか。まずは坊ちゃん、次に奥様と。そんな、でもジュリア夫人は何もかも良さそうに見えたぞ。すごく楽しそうに笑ってたし、ポジティブでいるようにってオイラたちに。それがまさに幻想と現実を混同させている症状だ。じゃあオイラたちに話してくれた子供についてのことは全部嘘だったのか？いや、本当のことだろう。ただそれは坊ちゃんが亡くなる前の出来事で、奥様の時間はずっとそこで止まっているということだ。だからその後、子供がまだ生きてる幻想の世界を作り出して、一生懸命子供の病を治そうと僕たちを訪ねてきた。ここ最近は気分がいいようで、気晴らしをして帰ってきた時にはいつも鼻歌を歌ってる。それに幻想を導き孤独病を緩和させる方法について私と積極的に話し合ったりしてたんだ。昨晩までは奥様は坊ちゃんの遺品を一晩中眺めていた。遺言が刻まれた貝殻を見つけてから再び打ちのめされてしまった。奥様に鎮静剤を出したから今は休んでいる。じゃあどうしたらいいんだ？何か手伝えることはあるか？早くジュリア夫人を助けてやろうぜ。焦らないでパイモン。これは確かに悲しい知らせだけど、今は冷静にならないと。どうしよう、早く方法を考えないと。昔のハウス・オブ・ハースのことを思い出してみよう。子供たちや患者さんたち、そしてお医者さん。あ、そうだ、ジャラーカンさん、絵本を見ませんでしたか？ジュリア夫人が持って帰ってきたはずです。坊主、奥様が言っていた幻想を導く方法を試すのか。わかった、すぐに取ってくる。間違いない、これだ。そう、ジャラーカンさんの話によれば、僕たちの冒険はきっと夫人の役に立つはずだ。だからこれを完成させるべきだと思う。ジュリア夫人に見せてあげないと。お子さんがあの世界でハッピーエンドを迎えたことを。でもこれじゃもっと現実を受け入れられなくなるんじゃないか？現実を受け入れる前にまず現実と向き合わなければならない。奥様は絶望的な感情に押しつぶされ、現実を見る勇気がないんだ。まずはこの状態から抜け出す手助けをするべきだ。うん、今日までトルクシーの不思議な冒険はジュリア夫人のお子さんを助けるためだと思っていたけど、ジュリア夫人自身を救うためのものだったんだと今では思うよ。これを完成させたらジュリア夫人にとっての慰めと励ましになるだろう。そうすれば多少は現実を直視する勇気が出てくるかもしれない。善は急げ、今すぐ出発しよう。もうトルクシーの旅の最終章だ。でも一番肝心な人がいない。
みんな、そう重くならないで。ジュリア夫人も言っていた。僕たちが落ち込んでいたら、患者さんもめいっちゃうって。そうだ、オイラも笑わないと。ジュリア夫人には笑ってほしいからな。笑顔でこの冒険を完成させないとだな。そうすれば、ジュリア夫人もきっと良くなるよな。うん、きっと良くなる。勇者たち気をつけろ。今やってきたのは王冠を奪い去った悪い敵だぞ。こいつらは毒眼鬼ボスだ。叩き潰せ。みんな気をつけて、また来たよ。怖がることはないぞ。今日の王子殿下は前よりも強そうだ。きっと戦略を出してるんだな。これこそが知恵の、これが最後の敵だよな。王子殿下、オイラたちがお前の王冠を絶対に取り返してやるからな。ごめんなさい、そろそろ行かなければいけないわ。友達と約束しているのに、もう随分と遅刻しているの。奥様、お体が。私を止めないで。今日はトルクシーを治療する一番大事な日。幻想を導く方法を使うの、あなたも効果があると思うでしょ。そうよね。奥様、あなたを止めているわけではありません。ただ坊ちゃんのお名前は？ジャラーカン先生、患者の名前を忘れるなんて。名前はトルクシーよ。水曜王国の王子よ。今日その王冠を取り戻して戴冠式を行ってあげるんだから。奥様、安心してください。大丈夫ですよ。あなたの友人たちはすでに出発しています。待って、ほらもう帰ってきましたよ。はい、王子の戴冠式はまだできていませんが、夫人、あなたが行うべきだと思います。よかった、よかった、トルクシー。かわいい子、私の子、聞こえる？全部戻ってくるわ。もう孤独にならなくて済むのよ。そして絵本の最後の1ページも、夫人、あなたが完成させるべきことです。そう、絵本、絵本も。でも私、絵本の最後に何を書いたらいいかわからない。トルクシーとオイラたちがわかってるぞ。早く準備しろよ。オイラたちが話すから夫人が書いてくれ。うん、うん。ここ、ついにトルクシーと勇者の仲間たちは力を合わせて魔物たちをかっこよく撃退し、見事な勝利を手に入れた後、王冠を奪い返した。故郷に帰った水妖たちは歓声を上げながら王子を迎え入れた。みんなは再び貴重な貝殻を取り出して、かつての虹の架け橋を作り上げた。王子はこの光景を見て、おお、なんて素晴らしいんだと心の中でつぶやいた。王子は感動しながら虹の架け橋の上を歩き、一緒にここまで来てくれた仲間たちを見つめる。旅人や女神パイモン、フレミネ、そして、あれ、もう一人はと、王子は四方八方を見回したが、その姿は見つからなかった。すると突如、その人が橋の向こう側に現れる。彼女は微笑みながら歩いてきて、その仮面を外した。王子は思わず涙を流した。なぜなら、一緒に付き添ってくれたこの謎の人物は自分のお母さんだと分かったからだ。
ジュリアン夫人は歩み寄り、王冠を王子の頭にかぶせた。そして微笑みながら、こう語りかけた。我が子よ、我が国王よ、もう永遠に孤独を感じる必要はないのよ、と。ジュリア夫人、これが最後の物語だ。ありがとう。ありがとう、みんな。かわいい子。どうかお母さんに謝らせて。お母さんはもっと一緒にいてあげるべきだったわ。聞こえる？もう孤独を感じる必要はないのよ。お母さんも。どういうことだ？ジュリア夫人はトロクシーと話してるのか？早く僕の潜水用ヘルメットをかぶって。その中にはトルクシーの信号コードを翻訳するモジュールが搭載されてるから、それでトルクシーの話を理解できるはずだ。もうあなたを愛しているわ。僕の方がもっと愛してるよ、お母さん。どうしたの？何が見えたの？お母さん、僕は少し眠いよ。もう寝る時間だから、また子守歌を歌ってくれる？いい子ね。もちろんよ。聞きたければずっとずっと歌ってあげるわ。ありがとう、お母さん。僕、お母さんの子守歌が一番好きなんだ。これで夢の中に、水曜王国に安心して戻れるよ。この子ったら。忘れないで、お母さんはずっとあなたを愛しているわ。そうね、ここから水曜王国までの距離くらい。忘れないよ、お母さんも覚えていて。僕がお母さんのこと大好きだってこと。ここから水曜王国に行って帰ってくるくらい。お母さん、おやすみなさい。旅人、パイモン、来てくれたんだね。フレミネ、こんな急いでオイラたちを呼ぶってことは、何かジュリア夫人に関する知らせがあったのか？いい知らせじゃないと、オイラは聞かないぞ。安心して、いい知らせだよ。さっきお医者さんの付き添いのもと、夫人が来てくれたんだ。顔色も良くて、元気そうだったよ。町に帰って、合点の続きをするつもりらしい。今回はお医者さんと協力して孤独病に関する絵本を展示するそうだ。もちろんトルクシーの不思議な冒険と幻想を導く両方のことも含まれてる。自分の経験をもとにもっと多くの人を助けたいんだって。それはよかった。本当にいい知らせだな。うん。そしてこの絵本を受け取って、夫人からあなたたちに。もし今後誰かが同じような境遇にいたら、これを使って困難を乗り越えてほしいって。え？でもこれは夫人の子供の物語じゃないか。
オイラたちに渡していいのかよ。複写本だよ。原本はジュリア夫人のところにある。それは夫人にとってとても意義のあるものだからね。ならよかった。ひひっ。その意義の中にはオイラたちの努力も含まれてそうだな。今回の幻想冒険が本当に役立つとは思わなかったぜ。幻想は所詮幻想なんじゃないかって心配してたけど。パイモン、夫人が何て言っていたか知ってる？夫人はね、トルクシーに王冠をかぶせた時、素敵なこと、つまりお子さんが本当に帰ってきて愛しているよって言ってくれたのが見えたって、そう言っていたよ。そしてその瞬間に子供とお別れができて、自分も癒されたかのように体中に勇気がみなぎるようになったって。え、本当か？でもそれは夫人の幻想の一部なんだよな。でも幻想が幻想でしかなくて、幻想の世界が全て偽りだとしたら、どうして人に力を与えられるんだろう。じゃあ何なんだ？童話の世界が現実に降りてきたんだ。その瞬間、美しい童話はほんのわずかな間だけ真実となって現実に影響を及ぼした。きっとそうだ。あなたもそれを見たよね。そんなわけがないだろ。ありえないぞ。もしそれが本当だとしたら奇跡じゃないのか。そう、奇跡が起きたってことなんだ。僕は窮地に陥った人に美しいものや奇跡を目にしてほしいんだ。